日本よりも経済的に貧しい国、いわゆる発展途上国に足を運ぶと、道端で子供たちからお金をくださいと物乞いをされることがあります。物乞いをされた時、かわいそうだと感じてしまい、一時の感情に流されるままお金を渡してしまっていいのか。実は物乞いをしている子供たちの背後にはマフィアやギャングなど元締めの犯罪集団が存在すると考えられています。海外で物乞いをされたらどのように対応するのが正解なのか、一緒に考えてみましょう。どうも皆さんこんにちは、原カンタです。私はこれまでアフリカを中心に世界中の発展途上国に足を運んできました。経済的に貧しい途上国の都市部に足を運ぶと、必ずと言っていいほど路上で物乞いをしている子供を見かけることがあります。発展途上国でなくてもアメリカやヨーロッパの一部の国々でも路上で物乞いをしている人を見かけることがあります。もしも自分が実際に物乞いをされた場合、どのように対応するべきなのか、絶対的な正解があるわけではありませんが、一緒に考えてみましょう。ぜひ最後までご覧ください。経済的に貧しい国で物乞いをされる場合、最も多いケースは路上で暮らす子供たち、いわゆるストリートチルドレンから物乞いをされるケースです。ストリートチルドレンは経済的な格差が大きい都心部で生活していることが多いです。例えば私はこれまでアフリカ東部に位置するウガンダ共和国で生活してきましたが、首都のカンパラは経済成長が著しく、中心部では高層ビルが立ち並び、外国からの旅行客もたくさんいます。特に最も発展したエリア、ダウンタウンを車で移動していると、この映像のようにどこからともなくストリートチルドレンの子供たちが集まってきて、車の窓ガラスを叩き、ギブミーマニー、お金をくださいと物乞いをしてきます。東アフリカでは肌が白い外国人はムズングと呼ばれているのですが、ムズングはお金を持っていると一般的に思われており、車の中に外国人が乗っていることが分かると、その周辺にいる子供たちが一気に集まってきます。初めて自分の目の前に手を差し出された人は戸惑ってしまい、子供たちに言われるがままにお金を渡してしまうかもしれません。しかしお金を渡すことが必ずしもストリートチルドレンを救うことになるとは限りません。むしろお金を渡すことが逆に悪影響を及ぼしてしまうことがあるため注意が必要です。一般的にお金を渡すべきではないと言われる理由を3つ紹介します。1つ目の理由は、渡したお金がマフィアやギャングといった犯罪集団に入ってしまうかもしれないから。経済的に貧しい途上国ではストリートチルドレンを取り巻く犯罪集団も存在しています。犯罪集団はストリートチルドレンを操り、彼らから集めたお金を搾取することがあるのです。そのため子供たちにお金を渡すことが犯罪行為を助けてしまうことにもつながりかねないのです。中には路上で生活している子供が個人的に物乞いをしていたり、親の言いつけで物乞いをしていることもありますが、ストリートチルドレン事情に詳しい人に話を聞いてみると、やはり多くの場合裏に何らかの反社会的勢力が関わっていることが多いようです。例えばマフィアやギャングといった犯罪集団がストリートチルドレンに最低限の食事と住居を提供する代わりに、日中は路上でお金を集めさせ、それを上納させる、いわゆる物乞いビジネスが存在します。そのためお金を渡してしまうと犯罪集団の懐に入ってしまう可能性が高く、犯罪を助長してしまうことにもつながりかねません。これが物乞いをされてもお金を渡すべきではない一つ目の理由です。お金を渡すべきではない二つ目の理由は、シンナーをはじめとしたドラッグに使われてしまうかもしれないから。経済的に貧しい国に暮らすストリートチルドレンは特にシンナー中毒になる危険性が高いです。彼らは貧困や家庭環境の悪さなど多くのストレスを抱えながら生きています。学校に通うこともできず、仕事にもつけず、大人たちからは厄介者扱いされることもあるため、社会的なつながりも乏しい。日々のストレスや孤独感、さらには空腹感を紛らわすためにドラッグを始めることがあります。特にシンナーは手軽に入手できる上、効果も比較的早く現れるため、ストリートチルドレンの中でも特に人気が高いドラッグの一つです。さらにシンナーは依存性が高いドラッグの一つです。使用を続けることで体がシンナーに順応してしまい、やめられなくなってしまうことがあります。中には犯罪集団が子供たちを意図的にシンナー中毒にさせ、そのシンナーと交換するためにお金を物乞いさせているケースもあると聞きます。このような背景から、物乞いにお金を渡してしまうと、そのお金がドラッグの購入に使われてしまうかもしれない。これがお金を渡すべきではない2つ目の理由です。お金を渡すべきではない3つ目の理由は、彼らから自立する機会を奪いかねないから。お金を渡すことで簡単に現金収入を得られるという状況に慣れてしまいます。そのため
自分たちで働いて生計を立てることへの意欲が低下し、長期的な自立に向けた取り組みを放棄してしまう可能性があるのです。お金が犯罪集団に入ってしまう、ドラッグの購入に使われてしまう、彼らから自立する機会を奪ってしまう、以上の3つが一般的に途上国で物乞いにお金を渡すべきではないと言われている理由です。では海外から旅行者としてやってきた私たちが物乞いの場面に遭遇したらどのように対応するべきなのか、いくつか方法を例示します。まず私自身の話をすると、アフリカのウガンダのような途上国に滞在しているとき、ストリートチルドレンに物乞いをされたら基本的には食べ物を渡すようにしています。先ほども話したように、お金を渡してしまうと犯罪集団に流れてしまったり、ドラッグの購入に使われてしまったりするリスクが高いため、その場で消費することができる食べ物を渡しています。そのため、例えばストリートチルドレンがたくさんいるエリアを歩く前には小分けのお菓子などを用意して持ち歩いているとスムーズに渡すことができます。ただこれは私が心配しすぎなだけかもしれませんが、日本のお菓子を渡してしまうと万が一でもアレルギーが起きてしまう可能性があります。そのため現地でよく食べられている安価で手に入るお菓子を渡すようにしています。ちなみにウガンダの場合はジーナッツと呼ばれるローストされたピーナッツが子供たちに人気のお菓子の一つです。小分けの袋なら1つ10円もしないくらいで買えるので、それを渡すようにしていますね。食べ物が手元にない場合、近くで物売りをしている人から食べ物を購入し、それを自分が受け取る代わりに子供たちに渡してもらうこともあります。余裕があるときは子供たちと一緒に食べながら片言の英語で彼らの状況について話を聞くようにしています。片言の英語って言いましたけど、一応僕自身は一応英語話せるんですけど、そういったストリートチルドレンの子供たちってあまり教育を受けてない子供も多いので、英語話せないっていう子供もいるんですよね。私は自分の仕事から子供たちがどういう状況にあるのか取材したいという理由もありますが、一緒に食べることで子供たちとコミュニケーションが生まれ、彼らに対する思いやりを示すことができるからです。ただ中にはスリを働くような子供たちもいるので、もし一緒に食べるってことを実践する場合は、これはもう本当十分に気をつけた上でやっていただけたらと思います。ここまで綺麗事ばかり語ってきましたが、食べ物を渡すのはその場をしのぐ対応としてはありかもしれませんが、それで長期的に問題が改善するわけではありません。それにいつも食べ物を渡せるとは限りません。例えば私は今年3月取材でウガンダのとある地方都市のホテルに滞在していたのですが、ホテルの目の前にはいつもストリートチルドレンの子供たちがたむろしていました。そうするとホテルから出るたびにお金をくれと物乞いされるので、近くのスーパーでお菓子を買って渡してあげたんですけど、いつもいつも食べ物を渡せるわけではありません。無視せざるを得ない時もあります。そんな時、助けてよという子供の声が耳に残りながら、いつもホテルの部屋に戻っていました。貧困問題を解決したいと思いながら、目の前で助けを求めている子供を無視している自分、その対比がもうほんと苦しくて、あの時は毎日頭がおかしくなりそうでしたね。現地に長く住んでいると、いつも対応するわけにはいかないというのも一つの現実です。食べ物を渡すだけでは根本的な問題の解決にはならず、お金を渡す場合と同じように彼らから自立する機会を奪ってしまいかねません。長期的には彼らが自立した生活を送れるように、例えば学校に通えるようなサポートや職業訓練の機会を提供することも大切です。とはいえ、一時的にしか滞在しない旅行者がストリートチルドレンの自立に向けた支援をすることは難しいです。そのため直接的に助けることはできなかったとしても、ストリートチルドレンの支援に取り組む現地の団体に寄付するというのも、長期的な目線に立った時には大切な行動の一つかもしれません。そして最後に忘れてはいけない大事なことがあります。それはそもそもストリートチルドレンの子供たちが生まれないような取り組みも必要だということです。発展途上国の都心部で路上生活をしているストリートチルドレンの多くは、貧困問題が深刻な田舎出身のことが多いです。例えばウガンダの首都カンパラでは、私も子供たち数十人に出身地を聞いてみましたが、全員がカラモジャと答えていました。カラモジャとはウガンダの北東部にある地域を指しますが、ウガンダの中でも特に経済発展から取り残されてきた地域です。人口の約4割に相当する50万人以上が慢性的に食料不足の状態にあるなど、多くの人たちが極度の貧困下で暮らしています。私も2023年3月にカラモジャに取材で行ってきましたが、ウガンダの中でも飛び抜けて貧困レベルが高いことを実感しました。特にカラモジャは食料不足が長らく続いてきた地域のため、数十年にわたって様々な援助団体が
が食料支援を行ってきました。しかし援助団体からいつでも支援を受けられるわけではありません。例えば新型コロナが蔓延した2020年3月以降は多くの援助団体が活動を縮小したこともあり、金元の人たちの生活は一気に苦しくなってしまいました。その結果、例えば病気で親を失って孤児になった子供が金元の生活が難しくなり、片道分のお金だけを握りしめて首都カンパラにやってくる。そしてそのまま路上生活をすることになり、ストリートチルドレンとして物乞いを始める。このような構図があるのです。ウガンダの場合はカラモジャ地域から都心部にやってくる子供たちが多数います。それがストリートチルドレンが生まれる一つの根本的な原因です。同じように他の国でも農村部の貧困生活に耐えられなくなった子供が都心部に出稼ぎにやってきて、そのまま路上生活を始めることがあります。そもそも路上生活をする子供が生まれないようにするため、例えば農村部の人たちが安定的に農業をしたり生計を立てられるようにするなど、その地域全体の自立をサポートすることが回り回ってストリートチルドレンを減らすことにもつながるんです。アフリカに何度も足を運ぶうちに気がついたことがあります。それは現地の人たちの自立をサポートする大切さです。何かを与えるだけの支援は短期的には貧しい人たちを助けるかもしれません。お金をくださいと自分の目の前に手を差し出されたら、その場で助けたくなってしまうのが人間として自然な反応です。その気持ちを否定するつもりはありません。私も同じような気持ちに何度もなってきました。しかし長期的な視点に立って、どうすれば彼らが自立した生活をできるようになるのか、そのためにどんなサポートが必要なのかを考える姿勢も大切であることを忘れてはいけません。物乞いをされた時にどのように対応するべきかという観点で話してきましたが、実際に現地に足を運ぶとそれほどシンプルではないし、綺麗事では片付けられない問題もたくさんあります。ストリートチルドレン以外にも障害を持っている人が物乞いをしてくることもあります。現地在住の方に話を聞いてみると、障害のある物乞いも多くの場合は背後に犯罪組織が隠れており、物乞いビジネスになっているようです。それ以外にもお年寄りの方から物乞いをされることもあります。経済的に貧しい国では日本の年金のような社会福祉の仕組みも存在しないため、年を取って働けなくなると物乞いでしか現金収入を得られない人たちも一定数います。子供や障害を持った人に比べると、お年寄りの方は個人的に物乞いをしていることが多いようです。そのためお年寄りの物乞いには少額の現金を渡すようにしている、そんな風に話す現地の方もいました。実際にはとても複雑で難しい問題なので、これまで海外で物乞いをされた経験のある方、ぜひコメント欄でその時の体験談について教えてください。私は国際協力に特化したオンラインコミュニティシナジーを運営しています。海外の貧困問題に興味のある方、原カンタの YouTube を見た後もっと深く学んでみたい方は、ぜひ概要欄のリンクから公式ホームページご覧ください。新規メンバー募集中です。今回途中では言わなかったんですけど、なんかずーっとストリートチルドレンってちょっと若干甘噛みでしたね。今ジュっていうのもなんか変になっちゃったけど、ストリートチルドレンってなんかちょっと難しいですね。今ね、口が動くんで言えるようになりましたけど、若干最初の方甘噛みでしたね。原カンタのチャンネルでは日本のメディアでは知ることが難しい海外の情報を中心に発信しています。世界に目を向けることは自らの生き方を見つめ直すきっかけにもなるはずです。特にアフリカのような地域は日本から離れており、情報収集することが非常に難しいです。これからも皆さんのお役に立つそんな動画を発信していきますので、今回の動画少しでも参考になりましたら、ぜひ高評価ボタンポチッと応援のほどよろしくお願いいたします。関心を持ち続けることが何よりも大切です。これからも一緒に学んでくださる方、ぜひチャンネル登録の方もポチッとよろしくお願いいたします。ということで、今回も最後までご視聴くださりありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。